どうもマンション評論家のマンションマニアでございます。いつもご視聴いただきまして誠にありがとうございます。今回もラジオ感覚で聞いていただければ幸いでございます。ご質問ございましたのでそちらご回答いたします。パークシティ柏の葉キャンパスサウスマークタワーのおすすめ住戸動画で紹介してくださいということです。こちら記事の方でもお伝えしているところではあるんですけども、ズバリおすすめはと聞かれるともう南向きでございます。パークシティ柏の葉キャンパスサウスマークタワー選べるうちは、かつ予算が届くのであればもう南一択でいいと思います。南の中重工もしくは角でもいいですね。とにかく南を向いている住戸が狙い目です。今回ですね、東向き西向きもあるんですけども、ざっくりと単価差坪20万円ぐらいしかありません。70平米換算すると400万円ちょっとの差となります。今回パークシティ柏の葉キャンパスサウスマークタワーの売りは何ですかと問われると、あのマンションは駅徒歩4分、柏の葉キャンパスはですねもっともっと駅に近い物件もありますので決して駅距離が売りではないです。今の新築マンション全体で見ればもちろん駅徒歩4分っていうのは近いんですけども、柏の葉キャンパス将来的にはそこの中古の相場になるわけで、中古という土俵で戦う時に駅徒歩4分は決して近くないんですね。ただ駅徒歩4分南方向に歩きます。高い建物が建てられる南側の最前列にあるんですね。なので半永久的に南方向は高い建物が建ちません。半永久的に最高眺望が得られます。徒歩4分歩いただけの価値があるんですね。将来的に中古という土俵で戦う時にも駅近くのゲートタワーだったり一番街ももちろん南向きはあるんですけども、南方向に立つマンションがやや被ってくるんですね。でそれはそれで、夜夜景は素敵だったりするんですけども、どうしても中古だと中見ますので、日中見た時にやっぱり抜け感のあるサウスマークタワー南向きいいなってなるんですよね。それを考えると今回も南向き一択でいいです。このマンションに限らずなんですけども、そのマンションの売りとなる部屋がべらぼうに高くなければもうそこ選んじゃった方がいいです。で今回はむしろ、高いどころか南向き安いんですよね。だから三井の価格付け結構謎多いですね。特に千葉物件って結構謎多くて、今回もこの価格設定だとどう考えたって南向きから売れていくでしょっていう、だ最終的に南がガーッともう販売済みになって、東と西が残るっていう形になるのは目に見えてる価格設定なんですよね。本来であれば南にもうちょっと単価を乗っけて東と西をもう少し安くする方が全体的にはバランスよく売れていくと思うんですけど、三井不動産ももうと考えてやってるんですよね。ミスプライスとかそういうんじゃなくて、もうあえてもう南向きから勢いつけて売っちゃいましょう。東と西は残っちゃうけど、町としてはまだまだ後発もあるので残ってても別にいいんじゃないですかぐらいの感じなんですかね。南向きがちょっと安すぎますね。なので今回の答えとしてはもう南行ってください。もうそれがおすすめです。そのマンションで売りとなる部屋が割安感あるわけですから、あえて他の向きに行く必要はないかなと。どうしても予算が届かないっていう方は別になっちゃうんです。数百万円ローンに直せばそこまで毎月の負担増えないにしても、どうしても余震の関係でもう南が届かないとかそういう方は別ですけども、届くのであればもうこの差だったら南向きがおすすめでございます。ということでご質問いただきまして誠にありがとうございました。個別相談もですね受け付けておりますので合わせてご利用ください。では失礼いたします。